今日は SR3D を使って耳をもちもちしていく動画撮っていこうと思います。では実習前にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあスタート。
新年一本目の動画ということで、この SR3D を使って耳をもちもちしていきました。今日の動画好きだなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして感想のコメントもぜひ書いていってください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。おやすみ、いい夢見てね。